はい、こんにちは、メタモ先生です。今回はじゃん、こちらのお湯プラ、お湯丸ですね。こちらのダイソーのお湯プラを使ってこちらのヨーヨーの小物を作っていきたいと思います。はい、小物というか、はい、こんな感じ、スーパーボールみたいな感じです。今回は、夏で、今年もお祭りなど行けない人とか中止とかね、まあ、今年は開催されてるところ多いかもしれないんですけど、少しでも家でお祭り気分を楽しみたいなと思って、今回はこちらのダイソーに売っていたお湯丸を使って、簡単にこんな感じの夏祭りを楽しめるようなヨーヨー小物を作っていきたいと思います。それでは材料は、まずはこちらのお湯プラです。私はダイソーの方で買いました。色はいろんな色があるので、お好きな色を買ってみてください。あとはこんな感じの小さなハサミです。このハサミはこの上の部分を作るときに使います。あとは模様などを描くときに使うアクリル絵の具、水彩絵の具ではなくアクリル絵の具を使用してください。あとは最後にキーホルダーパーツをつけたり、イヤリングパーツをつけたりするのに、このようにキーホルダーのパーツを用意してください。あとはお湯丸を温めて、成形していくんですが、その時の耐熱皿の熱いお湯を入れても大丈夫なの小さなお皿を用意してください。はい、ではそしたら作っていきます。まずね、こちらに温かいお湯も大丈夫な耐熱皿に入れたお湯です。これは結構熱いんですけど、お湯丸によって温度がいろいろ違うとは思うんですけど、これは一応耐熱の容器に80度以上のお湯を用意して、本品を入れて3分待ちますと書いてあります。お湯丸によってちょっと違うとは思うんですけど、これはねすごい熱いお湯になっています。そしたらちょっと横にこのようにティッシュを用意して、あとはこのお湯丸を入れていきます。その時にこういう感じ の棒と、あとは紹介した小さなハサミを用意してください。ではやっていきます。お湯丸を入れます。こんな感じでお湯丸入れると、もうね結構入れた瞬間柔らかくなり始めてるんですよね。これをだいたい3分くらいこのままつけておきます。はい、では結構ね経ったんですけど、ね、この棒で触ると結構柔らかくて、このように変形するくらいになりました。そしたらここから作業を少し急いでやらないと硬くなっちゃうので急いでやります。お湯丸をそーっと取り出します。そしたらこのティッシュの上で少しこの水気を取ります。そしたらここはちょっと急いで、ちょっと熱いんですけど気をつけて丸くしていきます。やけど気をつけてください。はい、丸くしたらここでまだね形が整えられるので、ここで少しなんかまん丸じゃなくてちょっとヨーヨーっぽい形にしていきます。はい、結構こんな感じのヨーヨーっぽい形にできたら、今度はこの小さなハサミを使います。小さなハサミで上の部分に少しだけ切り込みを入れます。完全に切らない感じです。これをちょっと手でつまみます。でその間にもね結構下が変形しちゃうので、またもう一回ちゃんと形を温かいうちに整えます。なんかすごいリンゴみたいになっちゃったんですけど、こんな感じでできました。少しね時間が経ってくるとどんどん柔らかくなくなってきて硬くなるので、この時間がすごく成形にすごく大切な時間になります。そしたらこちらを冷めるまでよく待ちます。はい、そしたら他の2つも同じようにやっていきます。でこれまたやるときにお湯が冷めてしまうと、お湯丸が柔らかくならないので、お湯はまた少し電子レンジで温めてきました。そしたらまた作っていきます。
感じです。はい、ではお湯丸が乾いたので、今度はアクリル絵の具で模様を描きたいと思います。じゃあまずピンクのヨーヨーから描いていきます。でヨーヨーの模様ってちょっと難しいんですよね。結構なんか適当みたいな適当が一番難しかったりするんですけど、で描いていきます。乾いたら最後にキーホルダーパーツをつけて加工します。キューピンをこの部分に刺します。刺したらこんな感じのストラップパーツをつけます。つけたらこんな感じで完成です。はい、ではこんな感じで完成しました。とってもカラフルで、スーパーボールみたいで可愛くできました。で、一応ストラップパーツをつけて、こんな感じで、キーホルダーにもできます。あと他に、なんか100均のパーツで、イヤリングを作ったりとか、ネックレスを作ったりしても可愛いかなと思います。アレンジはいろいろあるので、皆さん好みのものをやってみてください。はい、では今回はお湯丸を使って、とても可愛いヨーヨーのキーホルダーを作りました。お祭りに行けなかった方とか、あと夏を楽しみたい方、もう終わってしまうんですけど、よかったら夏休み自由研究などに作ってみてください。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。